はい、10月10日、静かですけど仮想通貨予報です。午前中のまた動きになりますが、引き続きあまり動きのない状況が続いております。ビットコインただいま742,669円ということで、ちょっと昨日よりは弱い展開ですが、まあそこまで大きく崩れるわけでもなく、ここ最近の安値下回るわけでもないので、という展開が引き続きというところですね。74万円半ばぐらいを挟んだ展開。ちょっと75万円が、なんか重たくなってきてしまってるような感じですかね。1時間足でご覧いただきましょう。ですね。まあ、あまり動きありません。ということで、特になんだっていうわけでもないんですよね。ちょっとまあ弱含んでるなっていうところが、マックも下抜けしたところから、ちょっとここの薄い雲に阻まれるようなところになってますんで、まあ、かといって下に74万2000円とかっていうところなんでしょうね。一応直近は。で、まあ、一番安いところでも74万300円なので、そんなに下げもしないというところで、まあ、力をまだ溜め込んでいるところでしょうか。ビットコインに関して GG さんからコメントいただいておりますので、GG のビットコイン予報ですということで、それはありがたいですね。いよいよ2月からのトレンドラインが頭を抑えにかかりということで、2月から出るかな。冷やしベースでいいですかね。この辺ってことでいいですよね。ちょっとざっくりこんな感じですか。トレンドラインが頭を押さえにかかり、75万5千円と76万9千円のレジストライン。ちょっと横線引いてみますか。75万5千。この辺かな。この高値ぐらいか。と、76万9000。これぐらい、ここか。これですね。あと、出来高の減少、ビットコインにとっては30くらい一旦下げないと上は目指せないですということで、ちょっとやっぱりこのまま、なんかじわじわっと抜ける感じではないですよね。で、トレンドラインぶち抜いて上昇するとしたら、相場の怖さです。短期の上げにはなりますが、そうですね。短期的には上げるがっていうところです。一旦下に振らないと、ちょっと上がりそうな感じがしないですよね。ちょうどだからここの、まあ、ある程度中期的なレジスタンスラインが重しになって今日はちょっと下げているっていう面も多少あるんでしょうから、まあ、そう引いたからっていうのもあるんでしょうけど、もうちょっとずらしてもいいんですけどね。これを。こうじゃなくて、ここでちゃんと取ってあげればいいですかね。こんな感じですか。違うか。こうか。あ、もう動かせなくなっちゃった。こうか。まあ、ちょっとここ、まあ、この辺でしょうね。っていうところだと思いますので。ということで、ざっくりよろしいでしょうか。ジージーさん。はい。コメントありがとうございます。というところ、まあ、ちょっとどう見ても、重たいんだろうなっていうことなんですよね、きっと。私はまあ、雲を一目均衡表で見てるんで、雲的なところで重たいなと思っているんですけど、そんなところであります。その上、あと私は多分30日移動平均とか、ここ青いところ、青い線がありますんで、ここもちょっと重たいなと思ってるんですけど、そんな感じですね。
まあ、一方下には7日があるしっていうことで、下もそれなりに硬そうだっていう、なんか動きにくいなっていう感じですかね。はい。というところであります。まあ他のアルトも同じような感じなんですね。イーサリアムも横ばい続けて、ちょっと昨日より弱いかなっていうのはビットコインとほぼ同じです。で、そのまま、雲に突っ込んできました。横ばい続けてっていうところですね。これも、まあ、長期的には同じような感じなんでしょうし、上げるとすれば一旦下に振りたいなっていう感じなんですが、ちょっとそんな動きも今のところ見られずっていうところですか。ちょっと移動、あ、合ってるか。ですかね。という感じで、あまり言うことがなくなってしまってますが、短期的にはここ26,200円あたりですか。そのあたりのレジスタンスラインっていうところが多分あるんだと思うので、ここはまず抜けにくい。そんなとこなのかなと思ってます。イーサあんまり取引してる方がいなさそうなので、さらっと飛ばしちゃいますが、で、リップルですね、続いて。ちょっと弱含んできたなって、まあ、ビットコインもそうでしたから、同じような感じではあるんですが、53円60銭っていうところです。まあ、やっぱり7日と並行して下がってきてるなっていう感じですね。もちろん下げてるや、ここも下がってくる、7日移動平均も下がってくるんですけど、ちょっと53円台のこの横を引けるかな、よいしょ、ここを目指してきてるような感じなのかなと思います。まあ、ここサポートにもう一回跳ね返るのかどうなのかっていうところは見たいところですよね。で、あと、昨日もお伝えした、この7日と30日、に挟まれてどっちに動けるか、そんなところが注目ポイントかなと思っておりますが、7日が今、ずらして、7日が56円ですね。で、30日が今日は50円86銭というところで、まあちょっとまだ上下ありますんで、しばらく様子見ですかね。横ばい続きする。まあちょっと、やや、あの30日は近い、この上が重たい空気感があるんで、ちょっと、まだ調整、ちょっとした調整挟みながらという感じになるかと思うんですが、大した動きはないのかなと。1時間足あんまりヒントになるようなものもなさそうなので、ただただ横ばいっていうのもちょっとこうやや売られてる、やや重たいなっていう形で、右肩下がりになってきてます。で、それに合わせてちょっと雲も右肩下がりに動いてきてますんで、どっかで抜けたいなっていうところではありますよね。ちょっとそうしないとリップルの方も株がずるずる下がっていくかもしれないなと、そんなところであります。ビットコインキャッシュですが、キャッシュも雲突入してきたんですが、7日をちょっと割ってしまっております。7日移動平均が今日 58,729円というところなんですけど、今の、ビットコインキャッシュ 58,237円ですんで、ちょっと下回っています。これがまたちょっと二重に重たくなってるかなというところで、昨日おとといと頑張って上抜けたんですがね、昨日のところで下抜けてきた、下にブレイクしてきたというところですんで、まあ、今日もう一回、7日の上に戻せるかというところを注目してあげたいなというところですね。1時間足ベースで見るとここちょっと高い上昇傾向を見せていたところから反転して、まあ、反落してきた。で、ちょっと頑張ったんですが、ちょっと雲薄くなりかけたところで下抜け、で下抜けから戻せずっていうところになってきておりますので、ここ1時間足ベース雲を抜けられますでしょうか、どうでしょうかっていう感じですね。58,800円ぐらいですか、この辺、雲の加減ありますので、この辺の水準抜けられるか、もしくは明日のお昼ぐらい、ねじれの位置が来てますんで、ここで上抜けたりするかどうか、こんなところでしょうかね。そして最後、ネムです。ネム、ちょっと際どいところですが、
まあ、雲突入して3日目、7日移動平均に乗って3日目っていう形です。昨日もギリギリ7日終わらずに終わったんですよね。すごく踏ん張っている形です。で、今日7日移動平均12円07銭、06銭、07銭あたりのところなんですが、今のネムの価格12円08銭。ですので、まあ、ちょっとギリギリ踏ん張ってくれている形です。このままいけるかな、どうかなっていうところですが、ちょっとこう、7日の傾きが緩くなってきましたんで、ちょっと上昇一服みたいな形になってきてます。この後どうですかね。このままなんとか持ちこたえられるか、この7日移動平均持ちこたえられるかどうかというところですが、1時間足。ちょっと雲を突入してきております。ここをなんとか踏ん張りましたけどね。ちょっと今また、やや軟調。ちょっとこのまま下抜けちゃうと今度重たくなるかなっていう気もしておりますが、暑いんですよね。この後ね、しばらく。ですので、このままちょっと頑張れるかどうかに期待したい。まあ、頑張ってほしい。というところですかね。まあ、ネムもちょっと一旦下振らないと、あまり勢い出ない気がするんですけどね。というところですんで。じわじわ上がるなら、それはそれでいいんですけど、あんまり、じわじわ上がるようなタイミングでもないのかなと思いますんで。まあ、ビットコインなり何なり、他の通貨が下一回振って、それにつられて、売られて、で、もう一回上昇を目指すっていうような形になってこないと、難しいかなというところであります。はい、以上、静かですけど、仮想通貨予報でした。